トレースタイムスタート。おう。りょうご、ゆうすけ、りょう、トレースです。よっしゃ、お願いします。お願いします。お願いします。始まりました。今日は何？今日？すごい勢いが。今日は禁止ワード。何それ？なんそれ。普段会話をしながらさ、よく言葉にしてしまうワードってあるじゃないみんな。例えばまあ。俺とか、地元で言ってそうなんとか、なんとかなんとかべーとか、ダンベーダンベーとか、なんかこう日常で、こう意識しないけど出てきてしまうワードってあると思うんだけど、あろうねやばいな。で、でもさ、ちょ距離ちゃ、距離ちゃ。で、でもさ、距離近くない？え、フィーリング近い？いつもよくないか。いや、ほら、フィーリング近い YouTuber なの。伝わるかな。ありそうだね。フィーリング近い YouTuber、3人がさ、こう歩いてるんですけど、そしたら徐々にこうやってなっててぶつかり始めてね。フィーリングが近い。で、毎回ユースキが言う。毎回ですよ。大体真ん中で、そこから地下トレースでーす。頑張って。毎回フィーリング近くなるたびに、俺らはユースケフィーリング近いという瞬間にトレースでーすって言ってるもん、ね。めちゃめちゃ怖いんだけど。どうした？とにかく普段日常で何気なく使っている、意識してないでも使ってる言葉ってあると思うから、俺らってもうさ仲も深いし、最近友達になったわけでもないわけじゃん。だからこいつってよくこのワード言ってるよなっていうのを考えて、それをこの紙に書いて禁止ワード1人1個決めます。で、時間を設定して、その時間内に何回自分のおでこにある禁止ワードを言ってしまうかっていう企画になってます。うわめっちゃ怖いわ。おでこ広いからいいな。見えやすい。おでこに書いちゃう。リョウの場合めちゃめちゃおでこに書いちゃう。リョウだってあれだもんね、水族館行った時、あの白イルカと間違えられるから、ね、いつもね。またはマダイとか、ね、マダイじゃない、なんだっけ、またはエイとか、ね、そうエイとか、エイとか、マダイじゃなくてコブダイだ。出てるからね、圧倒的なデコの出た。横に出てくれたらハンマーヘッドシャークですよね。もうちょっとな、どうせぶん殴る。まあ、そうだな。でも量のここ殴ったらここ出てきそうじゃない？ググってさ。ということで、そうだね。あのこれから一人一個お題決めて、お題というか禁止ワード決めてやっていきます。どう決めるか。いや、俺を決めるときはこっちにいて。そうだね。量のやつを。それじゃあ決めるじゃん。それじゃあ決めていきたいと思います。じゃあ次量。はい。どうする？さあどうしますか？はいはい、じゃあ今回の俺らの禁止ワードは、これはい、りょう、デコが広いから全然 OK。 はい、りょうです。はい、こちらです。お願いします。はい、よっしゃー。じゃあ時間は5分にしよう。5分。じゃあ5分間、準備いいですか？はい、いきますよ。それでは、よーいスタート。はい、最近どう？例えば最近どう？じゃあ何、日々仕事終わりでしょ？そうだよ。俺も何時までやってた？何時までやってた？6時に終わらせて家帰ったのが7時とか。もっと考えた方がいいんじゃない？ちゃんと6時だ。6時だ。りょうごは何の話？え、仕事してない？ノーノーか。あ、社長休日でした。うわー、嫌なやつ。え、うん、なんて言った？え、社長休日今日？ノーノーか。そうか。りょうから何か質問ない？例えば？例えばむずくない？ちょっと、やばい、手間広すぎて髪がペラペラし。りょう一発エグして。
一発ギャグ。これねえよ、そういうのは。勢いで。3、2、1。ドメな上から、トーマス。何？トーマス？トーマス。あ、トーマスで締めた。ユースキー一発ギャグして。三秒前。3、2、1。頭から鼻が咲いちゃった。ドライフラワーみたい脳天から花フラワーフラワーフラワーが咲き誇ったと。それどういうことだ。つまりあの咲き誇ったらなんていうの、用語的に満開。あ、まあそうだよね。俺も多分満開っていう。何しに？日本へ。もう今の一発ギャグもうだ。恥ずかしいもんね。やばいね。じゃあ両方一発ギャグまで。三、二、一。脳みそカッピライトだ。ギス出てきた。何が出てきた？ギスが出てきちゃった。これはなんかアニメとかでありそう。これひどいな。大丈夫かなこれ。ビヨ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 。すごいな。成り立ってる。成り立ってんじゃない。ユウさん、ユウさん、ユウ、ユウ、何、ユウさん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 、誰ユウさん。あなた。いや、そうだ。止めちゃったわ。タイムオーケーで。来月、はい、日本代表。あ、来月だね。どうなると思う？急速。どうなると思う？勝ってほしいよね。うん、そうじゃなくて。解説で予想だし。ちゃんと予想？ちゃんと考えてるよ。日本だけど。また南野だ。とか言って、とか言って、例えば、これがだってあれだよ。もしかしたら、もしかしたらけど、田中碧さんが決めんじゃない？ちゃんとさん、あやばい、うな。とか言って、とか言って。もしかしたらけど。なるほどね。じゃあここで終了にしたいと思います。はい。え、いますかじゃあ。いよいよ。いますか？いいですか。せーの、はい。絶対行くわ。お前怒涛じゃん最後。そういうことか。俺最初自分でも聞きたいもんなこれ俺多分。え、ちょっと待って。そういうことか。じゃあちょっと集計していきたいと思います。はい、ブルーボン。はい、まずは僕サー選手。サー選手、サー選手、サー選手、2回、2回、はい、じゃ続いて、トカイテ選手、トカイテ選手、2回、おお、はい、最後、A 選手、3回、はい、ピンタです。まあでも多分これ、ちょっと待ってください。それぞれの体感的なあのあれだと思うんですよ。言ってたなっていうのが。俺的に A はめちゃめちゃ言ってたね。めちゃめちゃ言ってたね。サーはサーはそんな言ってない。俺的に多分ユウサーって言ったので、そうそうそう、多分3回ぐらい言ったからと思う。そうそうそう、そこで、ね、あのね追い詰めたの多分、うん、そうそうそう。でもあれとか言ったやつに行けたね。だから俺らの予想としてはもうね、あのボケをやらせれば、うん、絶対にとか言って言うんじゃねえかなっつんで、そうそう、なんかこう追い詰められた時にこう俺らのとか言っては自分が言って不発気味の時に補助的な意味とか言って、うん、
ってごまかすっていうのを使うんで、うん、ね、で正直あの、うん、さトータル的に絵だよ、絵だよ、序盤だってでどうって10回も言ってるよ、やばいでしょ。じゃあこの辺でじゃあ罰執行タイムします。パンパンね、うん、待って、罰ゲーム何やんだっけ。ビンタ。俺の一番の罰ゲームはさっきの一発ゲームだけどな。じゃあ一発ゲームする。どう、一発ゲーム、あ、もう1個でもう一回、一回だってビンタより痛いから。じゃあ今回の罰ゲームあれにしようよ。あの、俺ら科学界に外れて一発ゲーム言って落とす。それにしよう、うん、それにしよう。死ぬまでちゃんとやって、死ぬまでちゃんと。怖い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 。じゃあということで罰ゲーム、ゆうすけに決定。はい、罰ゲームの内容、この後の締めと一発ゲームでこの動画落とします。お楽しみに。ということで、じゃあ僕と亮が一回ね、はい、抜けちゃうので、じゃあそれでは次回の動画でバイセーン。もうね、まあ今日の動画いかがでしたでしょうか。まあさあなんて言っちゃったりしてね、とか言ってとか言っちゃったりして、まあ絵なんてね一番出たんじゃないですかね。まあまあ俺今も言っちゃってる、どうなんでしょうね。もう僕の口癖絵です。ということで、今日の動画お楽しみいただけたでしょうか。また行っちゃったりとかして。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイスティーン。こっから一発ガキやりましたよ。忘れていませんよ。今からやっちゃいますよ。もやしの成長。しゃ、終わったろ。